星町推薦 <laughs> いやもう、それは知ってるから大丈夫。うん。大丈夫。俺、あの、ネットニュースには、だから最近ちゃんとね、あのー、見てるから、俺。その、いろいろさ、やっぱりそういう、ツイッターとか見たりして、で、タイムラインとかでさ、今何が流行ってんのかな、みたいな。今何があるのかな、みたいな。例えば、なんか、芝生が <laughs>、あの、年光に会えたとかさ。なんかあった。なんかあの、なんだっけ、でなんか、じろうみたいなのがさ <laughs>、あの <laughs>、 <laughs> ログイン画面に <laughs>、ログイン画面っていうか、俺がさ、そのリノっていうのが映っちゃったみたいな感じでさ、あれだよね、その、デン、デンジロみたいなのが確か映っちゃったんでしょ。<laughs> なんだろうな、あんま興味ないんだよな、そういうの。別に、その、なんだろうな、別にその、マフマフとルシアがさ、一緒にゲームしてるなんてさ、別に旗から見たら別に普通のことじゃん。でも、めちゃめちゃ取り上げられるから、なんか炎上するみたいな。 ああだこうだ言ってるから、多分炎上しちゃうんじゃないのっていう。あのー、まあ、これは、一つの推論だけど、俺の意見ね。<laughs> みんなさ、その、なんか、スキャンダル自体をさ、あのー、叩いてるわけじゃなくて、それに対してムキーってなってる <laughs>。人たちに対して、矛先は向いてんじゃないかなと思って。でもさ、そのムキーってなってる人は、そのー、矛先が自分に向いているとも知らずに、俺たちの、何々を、 いじめるんじゃないよみたいな。なんかその、向きってなってる人は、本来は自分に矛先が向いてんのに、あの、それを、その、演者たちにすげかえてるんじゃないかっていう。 これ INFP なんじゃないかなっていう。要は、俺がさ、あの、大石さんを早く帰らせちゃった時ってさ、あの、大石さんのためを思ってとかさ、言いつつ、結局自分の身を守るためにやったみたいな意見が俺グサってきてたじゃん。だから結局、自分の身を、自分がどうこう言われないために、その演者のことに、<laughs> にすげかえてるんじゃないかっていうね。この INFP の世界にようこそ。うん。なんか今、キーって落とした。怖い怖い怖い。なんかドアが勝手に開いたんだけど。 誰もいないわわけがわからん普通に怖いスノーマンいる <laughs> もしかしてあのスイカゲーム中に「あやべ」って言って逃げた先ここ <laughs> 寺ハテラコ屋 <laughs> ここに繋がってたのかやっぱあれ対応もあんまよくなかったのかねわかんないけどやっぱなんかその数ある選択肢を その、なんだろう、逆トロッコアドベンチャーみたいになってるよな。はい、これはどっちガタ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 。おい、右だろ、右だろ左ですかみたいな。おお,お,おまた間違えちゃったみたいな。そう、ガンスルーでよかったよな。やっぱり、生配信の怖い部分だよな。だって、俺なんて昔さ、案件中に、そのスマホゲームの案件だったんだけど、女の子とのやりとりのラインが、その通知で映っちゃって。 スマホゲーだったからね。うん。そう、別に、その彼女とかでも全然ないんだけど、なんなら、あの、キャバ嬢みたいな。<laughs> キャバ嬢に俺が酔っ払って、ちょっと気持ち悪めの LINE をしてるみたいなもう、もう5年前ぐらいの話なんだけどさ、うん。それがちょっと映っちゃって、で、全然、その、話題にならなかったでしょ。同説80人になったんだよね <laughs>。やっぱね、<laughs> そういう、なんだろうな、あるんだよね、そういう、こう、なんだろう、大は小を兼ねるじゃなくて、逆に小は大を兼ねるというか。うん。<laughs> だから、付き合ってた件について触れてくれたら、付き合ってないんだろ。<laughs> やめてくれよ、俺もう。もうこれ以上巻き込まれたくないでござるよ。カオル殿。付き合ってないよ。なんでそんなさ、もういいじゃん、好きに差したってやれよ、もう。うん。<laughs> 恋愛なんて自由なんだから。